これさすが山国先生ですね。私もそう思いますよ。そんな簡単にいかないと私は思いますよ。はい。国民民主党は立候補者全員当選です。国民民主党新緑風会の新馬和也でございます。私も一言 G7 広島サミットですね、久方ぶりに見応えのある、手応えのある、実りある G7 サミットが行われたなと思います。野党が言うんで間違いないと思うんですけども、いいサミットだったと思います。サミットがここのところですね、形骸化したりいろんなことがありましたが、久しぶりに世界にメッセージとインパクトを与えたサミットだったと思います。かつてはですね、何を食べたとか、お土産物がどんなものとか、ある時のサミットでは主催国の大統領が自分が経営するホテルを自慢してたりですね、いろんなことがございましたが、今回は久しぶりに本当にですね、骨太のサミットができたなと思っています。この件につきましては明後日また少し議論したいと思いますが、こうなってくるとですね、我々参議院ですが、衆議院は早く選挙やってくれと与党の皆さんを思うのが常だと思うんですけども、政治は一寸先は闇ですからね、そんな簡単にいかないと私は思いますよ。はい。これはもう総理しか分かりませんが、公明党の山口夏男代表がですね、サミット効果で支持率上がると思うが、総理は総合的に考えるだろうと、このことが直ちに解散に結びつくとは考えにくいとおっしゃったんですね。これさすが山口先生ですね。私もそう思いますよ。我々野党ですから、いつでも受けて立ちますけども、このサミットの真っ最中にですね、足立区で区議会議員選挙やったんですね。定数45で64人が出て大激戦だったんです。で、自民党さんがですね、現職5人、新人2人、7人も落選しちゃって、サミットの真っ最中ですよ。17人いた議員が5人減って12人になっちゃったんです。で、公明党さんが第一党になりましたね。第一会派に。で、維新の会と国民民主党は立候補者全員当選です。うちは1人なんですが。当選率 100%、少し私もですね、党の幹事長としてこの外交と我が国の国内政局も密接に連結しますので、注視をしていきたいと思いますが、局長が早く質問しろという顔をされてますので、協定の質問に入りたいと思います。国民民主党は日バーレン投資協定と日アゼルバイジャン、日アルジェリア租税条約には賛成でございます。湾岸諸国の中でですね、最初に石油採掘に成功したのが実はバーレンでございまして、1932年昭和7年のことでした。その2年後の1934年に初めてバーレーンは石油を海外に輸出するんですが、その最初の輸出相手が日本でございました。以来ですね、バーレーンと日本は石油を通して、またさまざまな関係を通じて密接な関係にあるんですけども、昨年はおかげさまで日バーレーン国交樹立50周年の節目を迎えることになりまして、その節目の年の2022年に本協定が署名されたということで、大変外交的に意味深い、ご祝儀とは申し上げませんが、非常に友好関係を確かめ合う私は条約になったんだろうと思います。2018年4月にですね、バーレーン西海岸沖に大規模な油田およびガス田が発見されまして、推定のシェールオイルの埋蔵量が800億バレル以上という報道もありました。今後ですね、日バーレーン間のこのエネルギー協力において本協定がどんな役割を果たされるんでしょうか。林外務大臣。今新馬委員からお話がありましたように、このバーレーン、これは資源輸出国としてエネルギー安全保障上大変重要な国でございまして、エネルギー分野にも従事している商社を中心に19社のですね、日系企業が進出をしておられます。この日バーレーン投資協定の締結によりまして、投資環境の透明性、公的安定性及び予見可能性を向上させて、日系企業による投資を保護促進することで、今後もエネルギー分野を含む投資がさらに増加をするということが期待されるところでございます。新馬和也君。ところがですね、この GCC 諸国との自由貿易協定ですね、この交渉が2009年を最後に中断してしまっているんですが、この中断の理由と今後の方向性、これについて局長にお伺いしたいと思います。外務省長岡中東アフリカ局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、GCC との FTA 交渉につきましては、2009年の7月にですね、GCC 側が FTA 政策全体を見直すと
ということでそこで中断をいたしました。その後2014年3月に GCC 側の見直しが終了しまして、その後各国と交渉再開をする方針を決定をしていると。でそれを受けまして日本政府としては、我が国からですね GCC の事務局だけではなくて各国に対して首脳および閣僚レベルで早期の交渉再開を累次働きかけておりまして、今後とも引き続き交渉再開を粘り強く働きかけていく考えでございます。新葉和也君、おおむねいつ頃からこれがですねスタートするんでしょうか。長岡局長、お答え申し上げます。現時点でいつ交渉再開ということを明示的にお答えすることはできませんけれども、日本の経済界からも交渉再開を強く望む声がございますので、我々としては、さらに一層ですね働きかけを強化してまいる所存でございます。新葉和也君、私もですねこの GCC 諸国との自由貿易協定を早くしてほしいという声が聞こえてまいりますので、投資部分も含めてですねぜひ積極的に交渉に取り組んでほしいというふうに思います。